谷オードのバッテリー、ファースト中田、セカンド中島、サード小屋のショート。さあそしてバッターボックスは島内が入ります。まあ、星野監督の後輩というね明治大学出身になりますが、俺が辞めると言ってから伸び伸びやってるなということをおっしゃってましたが、まあ、昨日はこの1回でした。吉川からスリーベースでボールがそれたのを見て一気にホームを狙ったんですが、小宿の好返球でアウトになりました。ライトへ、さあこれはどうだ、入った、来ました、ようやく来ました。いやー、まあ、ウェイトをやった方がという話もありましたけどね、見事に打ちました。大谷からホームインです。ご覧のようなホームラン、先頭足をかけました。4対1になります。これ大きな1点ですね。いや大きいですよね。4点取られて先頭バッターホームランと、でこれでみんなもねいけるっていうね気持ちになったかなと思いますけど、いやうまく打ちました。とにかくホームランという意味では今シーズンはなかったわけで、ウエイトしたんですかね。それをやれという話でしたからね。かといって1日2日でそんな急にということはないですからね。